皆さんご機嫌いかがでしょうか今日は竹取物語の第二回ですかぐや姫の老い立ち二回目です今日はここからですそれでは拡大して一時ずつ読んでいきましょうまずこれは竹という漢字です次はと。 そしして、とという漢字を崩たもので、読みます。次は能力の能という漢字を崩したものでのと読みますこれはおいてという漢字を崩したものでおと読みます次は幾何学のきという漢字を崩したもので 木と読みます。これは奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはた。これはおのように見えますが、横棒が2本ですので、覇権のけんという漢字を崩したもので、けと読みます。次はお。 これは「とる」という漢字を崩したものですこれは「よ」のようですが左から筆が入って縦棒がまっすぐですので「に」という漢字を崩したもので「に」と読みますこれは「この」という漢字を崩したものです次は「子どもの子」 これはお次は見るという漢字を崩したものですこれはつですそしてけくねくねっとしていますくではありませんこれはてんという漢字を崩したものでてと読みますこれはあと という漢字を崩したものです小さいという字に似ていますがこれも「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「竹」これは「と」ですね次は「る」これは「に」 次はぬのようですがよく見てください右側が線が多いですよねこれは婦人の「ふ」という漢字を崩したもので「ふ」と読みますこの長いものは「し」次は「こえる」という漢字を崩したもので「お」と読みますこれは「へ」 これはたですね。そして「て。これは繰り返しの記号です。これは「よ」これは「こ」次は「登る」という漢字を崩したもので「と」と読みます。登山の「と」ですね。 これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます。これは「こ」次は「可能のか」という漢字を崩したもので「か」と読みます。次は「ねぎ」神、えー、主さんのことですが「ね」という漢字を崩したもので「ね」と読みます。 ひらがなの根の元の漢字がこれです。これはあ。次はる。これはた。これは気持ちの気という漢字を崩したものです。けと読みます。次はお。 これは「み」です。これは生徒の「と」、つれずれ草の「つ」と覚えてください。「つ」と読みます。これは「く」です。「ひさしい」という漢字を崩したものです。これがもっと崩れると「く」になります。これは「流れる」という漢字を崩したもので「る」と読みます。 これはひらがなの「る」のようですが丸,丸くなっているところが非常に大きいので「こと」という漢字を崩したものだと思ってください次は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「さ」これは「な」 次は、利益の利という漢字を崩したもので、利と読みます。ひらがなの和と違うのは、上の字から線が続いているところです。このように小さな和のような形をしたものは、利益の利を崩したもので、利と読むのだと思ってください。次は、ぬ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。 竹取りの大きな竹を取るにこの子を見つけて後に竹取るに節を隔てて夜ごとに小金ある竹を見つくること重なりぬと書いてあります竹取りの大きなは竹を取っていたけれどもこの子を見つけて後竹を取ると竹の節と節との間の 空洞の部分に小金の入っている竹を見つけることがたびたび重なったヨゴトというのは竹の節と節との間の空洞の部分ですあるいは節そのものを指しますここでは節と節との間の空っぽの部分部分ですね ここを表しています。ここに小金がたくさん入っている竹を見つけることが重なったということですね次はここですこれは「か」次は道具の「具という漢字を崩したもので「く」と読みます次は「手」 これはおいてという漢字を崩したものでおと読みます。これは幾何学の木という漢字を崩したもので木と読みます。これは奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます。次はや。これはうです。 これは繰り返しの記号です次は「ゆ」これは「た」次は「可能」の「か」という漢字を崩したもので「か」と読みますこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は「成田の成」の「なり」 という漢字ですこれは「行く」という漢字を崩したものですそれではこれまでのところを振り返ってみましょう「かくて沖縄、うよ豊かになりゆく」と書いてありますこうして沖縄はだんだんと金持ちになっていった。 次はここです。まずこれはこのという漢字を崩したものです次は児童の字「字という漢字ですこれは「や」次は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます これは「る」のように見えますが奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これは「ふ」次は「ほど」という漢字を崩したものです。これは「耳」という漢字を崩したもので「に」と読みます。 次は「す」これは道具の「ぐ」という漢字を崩したもので「く」と読みますこれは繰り返しの記号ですこれは「のぼる」という漢字を崩したもので「と」と読みます次は「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます これは本という漢字を崩したもので、ほと読みます。これは幾何学のきという漢字を崩したもので、きと読みます。さてこれは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。よではありませんよ。注意してください。 次はナス高原の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みますこれは利益の「り」という漢字を崩したもので「り」と読みますこれは「ま」です次は「さ」これは「る」 それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう。この子養うほどにすくすくと大きになりまさる。この子は養ううちにすくすくと大きくなっていく。ということです。次はここです。拡大して一字ずつ読んでいきましょう。 これは3という漢字です。次は月。これはものという漢字を崩したもので、はと読みます。これも一字です。これは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。次は利益の利。 という漢字を崩したもので、りと読みます。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、なす高原のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これは、る。次は、ほどという漢字を崩したものです。 次はにそしてよこれはきこれも先ほど出てきたほどという漢字を崩したものですこれは奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みます次はる そして、人。これは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます次は奈良県の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます次は「利益の「り」という漢字を崩したもので「り」と読みます次の行です これは、ぬ。次は木のように見えますがこれは連という漢字を崩したものでレと読みます次は葉これは髪の毛の髪という漢字を崩したものです次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので あと読みますこれはおのように見えますが横棒が二本ですので剣刀詞の剣という漢字を崩したものでけと読みます次は奈良県のなという漢字を崩したものでなと読みますこれはと 次は「さ」そして「う」これは「し」ですこれは「て」次は「か」これはカタカナの「み」のように見えますが漢字の三を崩したものでもちろん「み」と読みます。 次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みますこれは「け」次は「さ」これはちょっと薄くなっていますが「せ」と書いてあります次は「も」そして「き」 これは須藤さんの「す」という漢字を崩したもので「す」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「三月ばかりになるほどに良きほどなる人になりぬればかみあげなどそうしてかみあげさせもきす」 3ヶ月ほどなる間に普通の人並みの背丈の人になったのでまあ良い日を占い定めて噛上げの儀式をさせて儲けせるということです噛上げの儀式は女子の成人の儀式ですそれまでは振り分け髪とも言って現在のおかっぱのような髪型をしていました 大体123歳ごろになるとこの髪み上げを行いますそして次は「も・きす」とあります「もぎす」と読む場合もありますがここでは「も・きす」「もう、きせる」というふうに訳しますかみ上げと同じように女子の成人式で婦人用の正式な袴これを腰から垂らした装飾用の衣服 初めてもをつけて着せる儀式を模擬と言います次はここですこれは地次はやこれはう次は乃木坂のの。 という漢字を崩したもので、のと読みます。これはう。次はち。これはよ。これは和ではありませんね。利益の「り」という漢字を崩したもので、りと読みますね。次はも。 次は出るという漢字を崩したものです。これは「さ」これは「須藤さんの「す」という漢字を崩したもので「す」と読みます「い」ですねこれは「生徒の「と」という漢字を崩したもので「つ」と読みます注意してください 次は木これは屋根の矢という漢字を崩したもので矢と読みます次は死これは名です次は女編です「婦、婦人の婦という漢字を崩したもので「婦と読みます それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょう「蝶の内」よりも「いださず」「いつきやしのう」「縄はこの子を蝶の内とばりの内から出すこともしないで大切に養育する次はここです まずこれは、このという漢字を崩したものです。次は、児童の字という漢字を崩したものです。これはの。次は、うのように見えますが、小さくくるっとしていますので、左側の字、これはうですが、こちらは可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は横顔のような形をした字ですがこれは「多い」という漢字を崩したもので「た」と読みます次は「知。これは「能力の能」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「希望の木」という漢字を崩したものですが「けう」という熟語があります この場合希望の木は「け」と読みます。そのようにこれは「け」と読んでください。「き」ではありません。次は「そ」。これは「う」です。次は那須高原の「な」という漢字を崩したもので「な」と読みます。これはル「る」。 これは、こです。上と似ていますが、これは、とと書いてあります。これは、世界の世という漢字です。これは、にという漢字を崩したもので、にと読みます。次は、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。 これは「く」これは「屋根のや」という漢字を崩したものです固有名詞ですからこの漢字のままです次は「農業のの」という漢字を崩したもので「の」と読みますこれは「う」次は「ち」 これは「ンという漢字を崩したもので「は」と読みます。これは「く」次は「ら」これは「起きる」という漢字を崩したもので「き」と読みます。これは「ところ」という漢字を崩したものです。 次は、奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これは、道具の具という漢字を崩したもので、くと読みます。次は、ひ。このくるっとした可愛い字は、可能のかという漢字を崩したもので、かと読みます。 次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますこれは「み」次は「ち」これは「た」と書いてありますそして「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますね それでは今まで読んできたところを振り返ってみましょうこの稚語の形の消そうなること世になく矢の内は暗きところなく光り満ちたりこの子の顔形の清らかに美しいことは他に類がなくその住む建物の中は 暗いところがないほど光が満ち満ちているとなりますさて次ですこれは「おいて」という漢字を崩したもので「お」と読みます次は幾何学の「き」という漢字を崩したもので「き」と読みますこれは那須高原の那 という漢字を崩したもので、なと読みます。これは心という漢字を崩したものです。次は、ち。これは、あ。そして、し。これは道具の具という漢字を崩したもので、くと読みます。 これはくです。そしてる。これはし。さっきも出てきましたが、起きる、起立の木ですね。これは木と読みます。これは時という漢字を崩したものです。これはも。 次は古いという漢字を崩したもので「古」と読みます。古典の「古」ですね。次は乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます。これは子供の「こ」。これは「超える」という漢字を崩したもので「を」と読みます。 これは見るという漢字を崩したものです。これは木のように見えますが、横棒が3本ありますので、連合の連という漢字を崩したもので、レと読みます。次は八という漢字を崩したもので、はと読みます。これはく。次はる。 長いものは死ですね。これは起きるという漢字を崩したもので「き」と読みますこれは「こと」という漢字を崩したものです次は「も」これは「や」カタカナの「み」のように見えますが「さん」という漢字を崩したもので「 みみと読みます次はぬそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「大きな心地あしく苦しき時もこの子を見れば苦しきこともやみぬ」えー「沖縄はあ気分が優れず苦しい時もこの子を見ると その苦しさも消えてしまう、となります。さて次はここです。これは、ものという漢字を崩したもので、はと読みます。これはら。次は、多いという漢字を崩したもので、たと読みます。 これは繰り返しの記号です。次は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます次は「き」これは「こと」という漢字を崩したものです「る」のように見えますがあの丸くなっているものが大きいのは「る」ではありません次は「も」 これは「奈良県ののとという漢字を崩したもので、なと読みます。これはく」次は佐藤さんの「さ」という漢字を崩したもので「さ」と読みますこれは「見る」という漢字を崩したものでただしここでは「見る」という動詞ではなくて「 慰みの一つの「み」の音としてこの「見る」が当てられていますので「み」と読んでくださいこれは介護の「介という漢字を崩したもので「け」と読みます次は「利益の「利という漢字を崩したもので「り」と読みますそれではこれまで用意できたところを繰り返してみましょうね 腹立たしきことも慰みけりと書いてあります沖縄は腹立たしい気持ちも慰められるのでありましたということです次はここです拡大して読んでみましょうこれは沖縄という漢字を崩したものです これは、たけという漢字を崩したものです。これは、おそして、とこれはるです。次は、ことという漢字を崩したものです。次は、ひさしいという漢字です。 これは「く」これは成田の「なり」という漢字ですそして「ぬ」これはいこれは「き」これは「お」そして「ひ」 これはまです。これはうです。次は乃木坂ののという漢字を崩したものでのと読みます。これはも。そしての。これはにという漢字を崩したものでにと読みます。 これは「成田の成」という漢字を崩したものですこれは「小さい」という漢字のように見えますがよく見てください左から筆が入って棒がまっすぐですこれは「に」という漢字を崩したもので「に」と読みます実は「成田の成」というのが上にありますがそのもう一つ上です一つ飛んで上に「に」 ひらがなのよのようなものもありますこれも確かにと読むんでしたねこのにという漢字はこの二つの崩し方があるんですよのような形と漢字の小さいというような形この二つの崩し方があります覚えておいてくださいこれは介護のかという漢字を崩したものでけと読みます 次は「利益の利」という漢字を崩したもので「利」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「大きな竹を取ること久しくなりぬ」「勢いもうのものになりにけり」と書いてあります 沖縄は小金,が小金が入っている竹を取ることが随分長くなりましたそれで勢力のある金持ちになったのであるとなりますさあ続いて読んでみましょうここからですこれは「この」という漢字を崩したものです 次は、子供の子という字ですね。これは、以上のいという漢字を崩したもので、いと読みます。これは、とです。次は、おいてという漢字を崩したもので、おと読みます。これは、本という漢字を崩したもので、ほと読みます。 次は「き」これは「に」これは「成田のなり」という漢字を崩したものですこれは「ぬ」ですね次は「れいこのれい」という漢字を崩したもので「れ」と読みます これは「もの」という漢字を崩したもので「は」と読みますこれは「名前」という漢字を崩したものです次は「超える」という漢字を崩したもので「を」と読みますこれはカタカナの「み」のように見えますが「さん」という漢字を崩したもので「み」と読みます これは「む」次は「ろ」そして「と」これは以上の「い」という漢字を崩したもので「い」と読みますこれは「む」そして「へ」 これは乃木坂の「の」という漢字を崩したもので「の」と読みます次は「あ」これは「き」そして「た」ですこれは「お」そして「よ」 これはひ、これは手です、えー、何やらこうくねくねっとしていますねひらがなの「手」というのは「天」という漢字を崩したものですこれは生徒の「と」という漢字を崩したもので「つ」と読みます次は「け」 これは佐藤さんの「さ」という漢字を崩したもので「さ」と読みますこれは「す」それではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「この子糸大きになりぬればなおみむろど隠兵の秋田を呼びてつけさす」 この子が一人前に成長したので「ミムロド・インベの秋田」を招いて名前を付けさせるとなりますさあ次はここですこれは安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みます次「き」 これはた次は奈良県のなという漢字を崩したもので、なと読みます。これはよ次はたけという漢字を崩したものです。これは農業ののという漢字を崩したものです。のと読みます。 これはか次はくそしてやこれは姫という漢字を崩したものです次はとそして三水のつつと読みます これは空気の気という漢字を崩したもので、ただし、気と読みます。気配がするとか、人気がないという場合に気と読みますね。気です。次は、つ。それでは、これまで読んできたところを振り返ってみましょう。秋田、名代竹の。 かぐや姫とつけつ秋田三室どんいんべの秋田はなよたけのかぐや姫と名前をつけたとなります次はここです拡大して読んでみましょうここからですこれはこのという漢字を崩したものです 次は、ほどという漢字を崩したものです。次は、さんという漢字を崩したものです。これは、にちという漢字を崩したものです。そして、う。次は、ち。これは、あ。 これは「け」次は安倍さんの「あ」という漢字を崩したもので「あ」と読みますこれは「そ」と書いてありますそして「ふ」それではこれまで読んだところを振り返ってみましょう「このほど」 三日打ち上げ遊ぶこの名付けの儀式から三日間宴を開いて音楽の遊びをする遊ぶと言いますとこの時代は音楽を奏でて楽しく過ごすことです次です 拡大して読んでみましょう。ここからです。これは、よろずという漢字を崩したものです。次は、こいという漢字を崩したものです。のと読みます。これは、安倍さんのあという漢字を崩したもので、あと読みます。 これは「ろ」のように見えますがややあスマートですので「そ」と読んでくださいこれは「ひ」です次は「ォ。これも上と同じで「ろ」のようですが「そ」次は「志」という漢字を崩したもので「し」と読みます これは介護の「介」という漢字を崩したもので「け」と読みます次は「る」それでは振り返ってみましょう「よろずの遊びをぞしける」「いろんな遊びをした」ということです さてて次でです。拡大して読んでみましょう。まずこれは「男」という漢字を崩したものです。次は「番」という漢字を崩したものです。「は」と読みます。これは「う」。 これは「を」のようですが横棒が2本ありますので遣唐使の「剣刀のケンという漢字を崩したもので「け」と読みます次は「き」これはくねっとしていますので「ら」これは「はという漢字を崩したもので「は」と読みます 次は須藤さんの「須という漢字を崩したもので「須と読みますこれは「よ」そして「ひ」これは「ほ」と書いてありますただしここでは「三んの「つ」呼びつえてとなりたいところでありますが 天気ミスでしょうか。ほとなっています。次はと。これはへ。これはて。次は以上のいという漢字を崩したもので、いと読みます。 これは、のぼるという漢字を崩したもので、とと読みます。これは、か。次は、し。これは、古いという漢字を崩したもので、こと読みます。次は、く。これは、あ。 これはソです。これは、女編の「婦人の負」という漢字を崩したもので「負」と読みますそれではこれまで読んできたところを振り返ってみましょう「男は受け嫌わず呼びほどえて」「意図賢く遊ぶ」と書いてあります。 呼びほどえではなくて呼びつどえとしたいところです呼びつどえてということで訳していきますと、えー、男は誰彼構わず呼び集めてとても盛大な遊びをした今日はここまでです続きはまた次回ですそれでは皆さんまたお会いしましょう ごきげんよう。さよなら。